はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。マイトンのマジックやっていきましょう。今回キャラを作ります。もういらないね。私ね、30年前も同じようなことしたような気がする途中でただ私前はね、戦士を2人作ったような気がします。でも今回は車種がなかなかいいなと思ってんで、次はヒューマンで、まずね、ヒューマンの、メールさん、メールね。ヒューマンの男の人ね。さあ、彼を作っていきましょう。もう盗賊いらないや。まあ、もしいるんだったらいるで、ちょっとね、残しておき、一応念のために残しておきます、彼は。車種、でも騎士もいいのか。騎士成長早いもんね。ほんで、弓まで持てるので、騎士でもいいのか。そうだね、騎士にしようか。アーチャーじゃなくて、どっちでもいいや。もう能力でいいのを選ぼう。とりあえず強さと、正確さ。素早さ、強さ、正確さ、素早さの長けてる人ができれば、まあ耐久、いいね、15、耐久12、素早さ13、うわいいわ。いやでももうちょっと、もうちょっとね、贅沢したい。いいんだけどね、車種成長遅いからね、成長遅いからちょっと、別にね、魔法を覚えていただかなくてもいい気がするんで、これ素早さがダメだね。ちょっと早くしようか。これじゃダメだな。ダメだね。15、素早さ15、悪くないけど、正確さ悪いね。でも騎士か。いやでもね、今回弓も使いたいのでね、正確さと強さは必須だね。あと素早さもちろんね。ダメだね。でも12か。正確さ15だけど強さ7だもんね。そんなスーパーもなかなかできないか。今回結構ね、結構要求するものがでかいな。正確さ17。でもこれで騎士はダメだな。耐久力6だもんね。魅力いらない。魅力はいらない。魅力いらないんだよね。強さ16だけど他がダメだな。なかなかいいの出ないね。まあ、完全乱数だと思うんでね。素早さが足んなかったね。今のも悪かないんで。おお、耐久が悪すぎる。いいわ、これ。いいな、これ。でもラックが低いけど。強さ16でしょ、耐久16でしょ、素早さ12っていうのがね、微妙だけどね。ダメか。もうちょっと素早さ欲しいね。素早さだってアーマークラスに直結するからね。こうなったらもうあれかな。強さと素早さが高かったらそれで、正確さは悪いけど、でも耐久あるな。魅力いらないんだけどね。でもラックあるか。知性5っていうのがいいね。全然足んないや、みたいな。もう一回させてください、もう一回。このパートこれで終わったら、もう4分経ってるもんね。でも今回はね、結構ちゃんと求めて、17。強さもそこそこあって、耐久力もある。素早さだけじゃないんだね。もう素早さはね、15ぐらい欲しいんですよね。16来た。正確さ13。強さ6。もうちょっと、もうね、極端な騎士か、極端だね。決定、これだ。これでいこう。17の素早さ15あって、耐久力15ある。もうこれだ。はい、ヒューマンのね、前例、男だね。で、ヒューマン、2M。
はい、いいですよと。さあ、あ、これも悪かないね。あ、でも知性だけ。あ、強さがダメだね。さあ、待ちに行きましょう、装備をね。1、2、3、5、6、7だね。はい。ああ、1、2、3、5、6、7だね。この、盗賊いらないよね、このゲームね。で、まず、騎士。6、5。あ、両方ともヒューマンなんだ、騎士。2、3。で、1、4にしましょうか。で、レベル1ですけど、アーマークラス2か。あー、ちょっとね、しばらく。あ、なんかいいの持ってたかな、アイテム。ソウルさんなんか持ってないですか。あ、あるあるある。シルバーシールド、なにこれ。知らないのやってた。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、この、ソウルは、片手武器にしよっか。リングメールと、ラージシールドとシルバーシールド。両方渡しちゃおう。あー、いいね、もう。いきなり入ってそんないい装備できるってね。クラブ、リングメール。で、ラージシールドをはめて、いくら？もう8まで上がってる、アーマークラス。装備配置しましょう。で、シルバーシールド。あ、一緒か。なんだ、シルバーとラージで変わんないのか。で、今回この人は、片手武器、両手武器はやめましょう。うん、両手武器はやめましょう。片手武器で戦っていきましょう。本当はね、本当だったら、戦士か、ね、射手、アーチャーの方がいいと思うんですけど、ちょっと成長遅いんでね、追いついてこれなくなっちゃうので、あ、まあ追いついてこれなくもないか。さあ、はい。あ、来た来た。はい、レベルアップ。あんたまだだね。はい、レベルアップね。はい、レベルアップしたー。ああ、ちょっと寝まして。クラブしか持ってないんだね。グレートアックス。あれ、通販デッドだね、グレートアックスね。車種が持ってますけど。まあ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 、今、よしとしましょうか。もうダメージガンガン食らったらいいんですよ。罠は。もう、そう、決めつけました。よ。ライトね。いやー、ちょっと今、本当に騎士でよかったのかなと思ってますね。車種にすべきだったんじゃないのかなと。もしそうだったらまだ作りゃいいや。ね。あ、違った、こっちじゃないね。アンロック、ラック高かったね、うちのヒュー、新しい人、新人ね。あ、入っちゃったわ。今、うちのね、新しい騎士さんで、開けにかかったんですが。はい。あ、素早いから2回目で回ってくんね。いいね。もう普通に攻撃しちゃおう。お、なかなかやばいね。傷を治しましょう。応急手当てでね。あー、それともあれかな。うちの盗賊にショートソードで持たせてよかったかな。なかなか悩ましいんですよね。あー、それでもいいのかな。うわー、むちゃくちゃ、なんだろう、葛藤というか悩んじゃう。ショートソードでもいけたのかな。まあ、じゅんぐりね、育てていってもいいのかもしれないですけどね。とりあえず今はね、殴れる人欲しかった、正直ね。
治れる人欲しかったので、うん、なかなかいいですね、うちの岸さんね。クラブで殴ってますからねクラブで殴ってあの程度なんで、すごくいいですよね。はい、7ゴールドで、これが100ありますね。さあ、これで突っ込めるかな。ああ、うん、突っ込みましょう。わ、うちの新人さん、ガンガン影開けれるわ。さあ、お、すごい。クラブで7与えるし、この新人さん大当たりだ。すごいね。あ、寝ないよね。寝ないよね。寝ないよね。寝ない寝ない。前寝たような気がしたんだけど、気のせいかな。うちの新人さんめっちゃ頑張ってるわ。あー、3出してきた。で、アシッドブロックには矢で4143ね。うわー、痛い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 。3を投げてきたか。お、倒した、すごい。ああ本当に持ってんのクラブなの、あの人すんごいいいね。ああ、もう盗賊返す気なくなってきちゃったな。ちょっとヒットポイント大変だけど、そうだね、うちの友達が言ってました。もう騎士はもう作ってもしゃあないって言ってましたもんね。騎士より戦士だって言ってましたからね、うちの友人が。その記憶がね、ちょっと蘇るんですけど、でも今だけ見てたらもう全然もうすごい助かってますよ。ああ、もうちょっと、うん、盗賊の方盗賊の方ちょっと次回だねさあと、まあもしね、盗賊必要に、うん、ちょっとジュングリジュングリいろいろ考えながら育てていきましょう。うん、これでいいかな。よいしょ。いや、でもいいの手に入ってきましたね。うわー、殺人光線来た。寝よっか。416ね。もう飯ガバガバ食いましょう。さあ、ちょっといい片手剣が欲しい。あ、ガルガンチャーンとね、スライサービストっていうのはヘビだったかな。寝ないだろうな。あ、寝た寝た。あ、よかったよかった。寝たからちょっと祝福入れときましょう。で、3だな。で、3だな。あ、よしよし、倒した。で、3だな。お、スライサービスト大したことないのかな。いやいやいや、あー、もう寝てるから。3だな。で、3だな。あ、逃げた逃げた。あー、あれだね、魔法破っちゃったね。よし、もうやっつけれなかったね。ほい、よいしょ。で、2だね。で、1だね。あー、はい。はー、はい、はい、うちの真珠。うわー、うちの真珠あげちゃったよ。スリングか。一応スリング、じゃあうちの騎士に渡しとく。装備できるんでしょ、これね。
ね、できちゃうんだよね。できちゃうんだよね。あ、これおじいさんとこで、ここ何もないのか。どうしようかな。あ、そっか、うちの人たちみんなレベル5なんだ。魔法使い何唱えれるんだろうね。でもまだ、でもまだ、あ、マイナーデーモン来たか。しかも、うわ、最悪のパターンだな。最悪のパターンだな、これ。あ、倒した、すごい。今度こっちが睡眠持っていこっか。寝てくんないね。414の3だね。また寝かされるかな。あ、前に出てきたね。で、あ、倒したね。もうこうなったら電撃の矢。何かある？麻痺の回復。寒さから毒から炎。沈黙暗示。炎発しま、冷気発しましょうか。7当たったね。なんか超音波今の。あ、マイナー、倒したね。あ、逃げた逃げた。おお、おお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 。あ、なんとか倒せてるね。あ、眠りを押されちゃった。で、明らかにでも騎士が入って総合力上がったね。間違いなくそんな気がしますね。倒したわ。ちょっといい時間になっちゃったね。あ、出てきちゃった。出てきちゃったので、いっぱいキャンプ。で、はい。で、30、あ、お金だけか。じゃあね、お時間の方良くなってきましたので、この辺で終わっておきましょうか。マイトのマジック終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。